タンクポップ YouTube チャンネルでございます。どうも。今日はこれから、では地区の、うん、花火、うん、があるという情報を耳にしたので、ね、いきなり A さんからこの間、はい、実はってこそこそっと、はいはいはい、シークレット情報を聞きつけて、うん、はい、なんか毎年すいません、私の誕生祝いに花火を打ち上げていただいて、ね、では地区の皆さん、はい、ありがとうございます。違うよ、違って、うん、はい、いやでも嬉しい、もうじゃない、ね、もう間もなくだと思うので、向こうね、うん、出羽公園の方に向けてカメラを向けてみたいと思います。あ、上がんないの？来週です。あ、来週になったんですか？あ、本当に、うん、あ、よかった、教えてくれてありがとうございます。うん、いや助かった。今待ってたんですか？そうそうそう、待って、 YouTube 撮って。おー、やだ、ありがとうございました。ということで、通りすがりのお父さんに今日はやりませんよという情報をいただきまして。でもさ、うん、私花火は見られなかったけれども、うん、問いすがりのお父さんから幸せをいただきました、はい、そうね、これちゃんとさ、はい、言える？こんなさ楽しみにしてるさ、うん、2人がさ言ってさ、うんうん、今日はやらないみたいですよってちゃんと教えてあげられる？ね、コミュニケーション大事にしていきましょうよ。出羽地区の人は素晴らしい、素晴らしいということが分かったので、はいはい、また来週、また来週。はい、タンクポップ YouTube チャンネルでございます。もとい、もとい、今日来ました。はい、翌日、昨日に引き続き、はい、今日ね、うん、昨日ね、通りすがりのおじさんが、はい、来週だよって教えていただいたんですけども、もし今日が雨でできなかった場合は来週になりますよっていうことで、うん、今日晴れたので、うん、上がるそうです。その情報は道行くおじさんから聞いたのプラス、うん、はい、日田町7丁目第2自治会の、はい、愛じ事務長に、はい、事務長さんから、ね、直に聞きました、直に聞きました、はい、まあ、私たちは本当 SNS もやりますけど、はい、口コミでの、そうですね、直のつながりがどんだけ私たちを動かすかというのね、はい、本当に大事だなと思っております、はい、見ようじゃないのよ、見ましょうね、うん、はい、ね、まだ日は暮れていません。時間は18時57分ですね。程よく薄暗くなってはきたけどね、はいはい、うん、まだ明るいね。そう、これでね、どっちの方向に上がるのかちょっと分かんないですけど、うん、ちょっとね、楽しみに待ってみたいと思います。あ、やっぱ7時半からなんだね、うん、メイン会場が盛り上がりを感じる。10、9、カウントダウン始まった、うん、7、6、
ちょっと変わった。ああ横長、うん、さらに高い。すごいすごいね。バッて来た。すごいなんか拍手が芸術点が高かったようです。そんな存在でいたいよね。そうね、ここだけ拍手もらえるなんて、うん、終盤に向かってるはずだよね。うん、来たよ。色が綺麗。連続できたよ。でかそう。音がすごい。
当たり。すごいなんか丸んって見えるね、うん、きれい。あ、ちょっと拍手が。変わりだね、最後ちょっと、うん、分身の術だ、そういう題名。ただいまのスターマイン持ちましてって言って、ああよかったね。うん、